こんにちは、ちーたんまさきです。本日は小学校にも、行きやすいファミリーさんにおすすめの物件を紹介させていただきます。まずこちらが洋室のお部屋なんですけども、収納がこちらの面すべて、ついておりましてですね、中がこういった形で、まずこちらですね、おむつなど入れていただける、棚付きの収納ですね。高さも、低い位置にありますので、物の出し入れもとてもしやすいですね。そしてお隣がハンガーパイプ付きのクローゼットとなっております。上にはですね、下にもしっかり大きなお荷物を入れていただけるようになってますので、お荷物をしっかりと、整理してお部屋をきれいに使っていただくことができますね。そしてこちらが玄関のスペースとなりまして、使い付けのワイドなですね、シューズボックスが付いております。こういう形でですね、もう上までしっかりと収納していただけるようになっておりまして、高さも変えれますので、ブーツなど背の高いものも収納できるようになっております。でこちら手前がですね、洗面スペースとなっております。こちらワイドなですね、シャンプードレッサー付きの洗面台で、こちらが洗濯機置き場となっております。でこちらがですね、浴室になっておりまして、こちらはなんと追い炊き機能もついておりますので、ご家族で交代で快適にご入浴いただけます。窓もね、大きなものがついておりますので、換気もね、バッチリしていただけますね。そして、廊下を通ってですね、こちらがお手洗いとなっております。こちらもね、大変清潔感のあるおトイレですね。でそのままですね、こちらの和室の方に来ていただくことができまして、こちら6畳の和室となっております。収納の方はこちらですね、1軒分の押し入れ収納がついております。こちらと隣のリビングからバルコニーに入れていただけるんですけれども、東向きのお部屋となっておりますので、朝からね、日が入るすごく気持ちのいいお部屋になっております。周りもですね、ファミリーさんが多くお住まいされているエリアになっていますので、大変静かにね、快適にお暮らしいただけます。そしてリビングの方なんですけども、まずこちらがキッチンのスペースですね。人気のカウンターキッチンタイプとなっておりまして、お好みのね、コンロを置いていただけるようになっております。で収納もですね、かなりたくさん入れていただけるようになってまして、上がこんな感じですね。で下もですね、こういう形で引き出しもね、ついてますので、調理器具も大変収納しやすいです。で後ろもですね、かなりスペースがしっかりと取れてますので、冷蔵庫や、食器などの大きなものが置いていただけるようになっております。さあこちらですね、インターホンもついてますので、しっかりとね、お顔を確認して、ご対応していただけるセキュリティ面も安心の設備がついております。リビングはこちらになっておりまして、幅もね、しっかりとございますので、大きな家具なんかも配置していただきやすいですね。角部屋ということで、こちらの北側の面にも小窓がついてますのでですね、一日中どこの部屋にいても、明るい、そんな物件となっております。また敷地内に駐車場も、ございますので、ぜひファミリーさんに、見ていただきたいおすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のおもてなし奈良心賃貸の先では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。